どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ、シリーズでお届けしておりますガズさんにいろんなこと聞いてみようよということで、この動画をね以前アップロードしましてですね、さあ皆さんたくさんの質問をいただきまして、質問にこう答えやっていて、また募集してますよということで、まあまだね引き続き募集します。聞きたいことだったらこの動画見てからね、この動画のコメント欄に、質問書いてください。今見てるこの動画じゃないですよ、こっちの動画のコメント欄に質問書いてくださいね。はい、今日なんと第5弾でございます。もう本当に、ガズさんもいろんなみんなの質問に答えているうちにね、またいろいろね経験値が増してくるということでありがたいことでございます。さあそういうわけでいろんなことの質問、もう早速答えていこうと思います。まず1個目、タケトさんの質問でございます。こんばんは。こんばんは。指でストロークすると不器用なのか、ガツガツした音がたまに出ます。ある日楽器屋さんに行ったらウクレレ用のピックがあるのを知りました。たまにピックだと弦がすぐ傷みやすいイメージがあったり、たまにギター用のピックを、使ってる人もいるとも聞きました。ピックについてガズさんの見解があれば教えてください、よろしくお願いしますという質問なんですけど、ピックですね。ピックはですね、こういうものですね。ピック、エレキギターとか、アコースティックギターとか弾き方、こういうピック使ったりするんですけど、もちろんピックで弾いちゃダメだよってことはないと思うんですよね。例えばでも弾いてみるとわかりますけど、これプラスチック製のピック、プラスチック製なのかな？はい。ちょっと弾いてみましょうか。なんかこう、硬いものだから弦があった時にカチャって音がしますよね。こういうことがあるっていうのがまず1点と、あとね、音がすごい大きくなりがちなんで、なかなかね、バキバキっていう可能性もあるんですけど、ウクレレ用のピックっていうと、フェルトだったり、レザーだったり、いろんな種類があって、ちょっとこれよりやろうかいっていうのがあるんですけど、まあ、試してみるのはいいんじゃないですかね、ストロークで。だけど、まあ、ガズはですね、ピックはもう使わないです。ウクレレではね。まあ、もちろんこれ好みだと思うんですけど、なんか全然困ったことがないというか、多分ですけどね、ピックを使うっていうことよりも、タケトさん、きっとですけど、肘で弾いてます。肘で弾いてるとね、音がガキってなるんですよ。こういうバキってなるの、ここにも書いてあるけど、指でストロークすると不器用なのか、ガツガツした音がたまに出ますよ。ガツガツした音が出ちゃう人も、こうやって弾いている証ですね。こうやるとガキってなっちゃう。もうこういう風にしなやかに、いつも言うように、こう、柔らかくこの、しなやかにこう、ほうきで吐くように弾いたら、ガツガツってならないですから。そっちの方ちょっとやってみたらいいんじゃないですかね。やっぱウクレレってね、やっぱりこう、指で優しく弾く、爪で弾く、あるいは、なんかね、これの音の方が、やっぱいい音はするとは思うんですよね。ピックもいいんですけどね、なんかね、僕もウクレレ用のピックとか試したことあるんですけど、厚みがすごいあったりするんですよね。フェルトとレザーで。フェルトとかレザーのものであってもね、なんかね、まあ、ダメではないですけど、まあ、そのピックももちろんやってもらって、何でも体験だと思いますから、いろんなこと挑戦してもらって、いいと思ったらもうそれで OK だと思いますけれども。まあ、指もですね、全然まだまだいけると思いますよ。タケトさんはきっと肘で弾いてるというふうに思います。手首で弾くと、やっぱガツガツする要素がないね。ガツガツするってことは、つまりこういうところに当たったりとか、手が、あとね、もう一個、ウクレレがね、こっち向いてると、バキってなりますからね。手はこうやって動いてるのに、ウクレレこっち向いてたら、バキってなるじゃないですか。こう叩いてるような感じになっちゃう。こういう風に弾けばいいんですからね。まだね。なんかそんなことね、いろいろ他の要素を考えていった方がいいかもしれない。まあでも、それと同じようにピックを使ってトライしてみて、自分が心地よければ別にそれで全然 OK でございます。はい。いい質問ありがとうございました。お次の質問行ってみましょう。お次はですね、ディスクさん、質問ありがとうございます。ウクレレの手入れって何かされていますか？オイルとか塗ったりした方がいいのですか？あと弦はどのくらいのタイミングで交換していますか？あ、これはですね、つい最近あげたこの、もじゃくんと対談したこの動画で、ウクレレ、この冬のウクレレの感想についてのこと、これやってますね。これね、概要欄にね、貼っときますね、これ。概要欄のところにその動画の URL 貼っとくんで見てくださいということなんですけど、オイル塗ったりした方がね、いいです。オレンジオイルというオイルがあったりとかするんですけど、柑橘系のレモンオイルとかオレンジオイルっていうのを、この指板のところには塗った方がいいですね。指板がやっぱ乾いちゃうということで。で、ボディはですね、使ってるウクレレにもよるんですけど、塗装があるから、そのね、
柑橘系のオイルというよりはウクレレを弾くギター服ギターポリッシュとか、でも全然あの変な話ですけど、こうギターとかウクレレを弾く布もありますけど、ティッシュペーパーとかでもこう油汚れとかホコリを取るだけでもだいぶいいと思います。ホコリはねやっぱりあまり積もっちゃうとね、かわいそうですから、そういうの取ってあげるのがいいと思います。弦はですね、他の動画でもね、ここの質問に答えましょうの散々言ってますけど、変えてみたいなと思ったタイミングとか、まあ自分の気分次第です。ウクレレの弦っていうのはもう、本当素材によってはずっと張り替えなくても大丈夫っていうのがあるんだけど、気分も変わるし、お掃除するきっかけになるんで、それはちょっと自分のタイミングでいいと思うし、あといろんな弦を張ってみて、弦を探す旅に出るのがいいよっていつも言ってます。ちょっとね、この動画も質問回答5回目なんで、他の動画も見てみてね、そこのところに詳しくいろいろ書いてあるから、ちょっと時間かかるかもしれないけど、いろんな知識が増えると思います。ディスクさん、ありがとうございました。じゃあ お次の質問どんどんいきまーす。次はですね、月花火さんの質問で、ギターの方の質問なのですが、弾いてるうちにピックを持っている位置がずれたり、ひどくくるっと回ってしまいます。それが悩み。あ、なるほど。ガズギターっていうのもね、やっていたんですけど、ピックを使うときにこういう風に使ってると、これがこう曲がってきちゃうってことを言ってると思います。これもう物理的な話で、この指をこういう挟む力がやっぱり弱いというか、ギターの弦の張力、ギターでもウクレレでもですけど、まあこれが弦だとすると、これが跳ね返りが強いもんだから、それに指の持っている力が押されちゃって、ピックがくる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 、なんかここで回っちゃうんですよね。それはやっぱりね、やっぱりもうちょっと指でしっかり握るとか、あと持ち方を変えるっていうのもあるかもしれない。僕はね、こうやって、こういうふうに、まあ持ってるんですけど、普段ね、ピック使うときやギター弾くときとか、こんな風に持ってますけど、人によってこうやって持ったりとか、まあいろいろね、スタイルがあったりとかします。あとね、ピックでね、ここ素材によってですけど、ピックのメーカーによってはここにすごいギザギザがついて、滑り止めがついていたり、なんか僕がね、中学生とか高校生の頃は、ここにですね、キリでね、穴開けて、凹凸をつけてこう指が滑んないようにしてたっていう時期もありましたね。なんで、まあだけど、あんまりこう力入れすぎるとストロークが硬くなっちゃうから、まあ慣れだと思うんですよね。あと、ピックを変えるのがいいと思いますよ、ピックを。ピックにもいろんな形があって、これ、ガズさんが今持ってるピックって、これ、はい。なんていうかな、この、どこの、三つで、どこで弾いてもいいピックなんですよね、これって。それに対して、ティアドロップ型って、今ちょっとこれ写真載ってきますけど、涙型があるんですけど、これよりもこっちの方が、例えばくるっと回っても、こっちで弾きゃいいやってなったりとかするとか、いろいろありますから。あ、これのピックもね、自分探しの旅ですね。いろんなメーカーのもう本当、楽器屋さんなんか行ったら、ピック売り場、ドワーッとありますから。それいろいろ買ってみて、試してみるのがいいんじゃないかなと。はい。まあでもその悩みはギター始めたら誰でもが通るような悩みだと思います。まあ、まずは最初やっぱりある程度はこうピックが動かないようにこのしっかり親指と人差し指あるいは中指でこう持つっていうのがポイントになるかなというふうに思います。楽しんでください。はい、じゃあお次の質問いきましょう。お次はダヌレレさん質問ありがとうございます。まだガズさんの、あ、ガズさんこんにちは。まだガズさんの動画見ながらじゃないと弾けない初心者なのですが、ノーミスで弾けたと思っても見返したらリズムが遅かったり早かったり、どうしても不安定なのが悩みです。はいはい。ガズさんのように最後まで一定のリズムで弾くには何を意識すればいいのですか？あ、いい質問ですね。これリズムキープ。これね、めちゃくちゃリズムキープって奥が深いです。ガズさんもよく聞くと別にね、安定してるわけじゃないんですよ。ゆったりやるところは遅く弾いたり、ちょっと勢いがあるところは速くなったりとか、逆にそれが人間が生きてるこのビートとか相まって、同じテンポでやりゃいいってもんでもないとは思うんですよね。とはいえ、まず、同じテンポで弾けるっていうことは、どんなことかってことを知らないといけないと思います。そこで登場するのが、このシリーズですよ。ガズさんがやってる3分レッスン動画シリーズっていうのがあります。これ再生リストになってて、これめちゃくちゃ効きますから、今でも毎日やってる人たくさんいます。1日3分。いろんな弾き方で、メトロノームに合わせて弾いてるんですけど、これをやるとですね、かなりリズムは、良くなりますよ。でも、このリズム、あ、このね、再生リスト、概要欄に貼っとくんで、3分リズムトレーニングレッスン。いろんな、今自分が取り組んでるリズムで3分レッスンやってもらうとですね、めちゃくちゃいいです。はい。でも、さっきも言ったみたいに、ただ同じテンポで弾けるってことだけが、やっぱり素敵な音楽ではなくて、やっぱバラードの時はこう溜めたりするのもいいし、で、やっぱちょっとロックっぽい勢いがある曲の時は、ちょっと逆に速くなっちゃって、まあ、行き過ぎはダメですよ、当然。まあ、なんかそういうね、テンポのね、このストレッチっていうか、一個の表現の一つだと思うんで、あんまりリズムキープばっかりに意識しなくても、心地よいビートっていうのを、
優先でいいと思いますけどね。まあでもこの3分動画シリーズはすごいおすすめですんで、4つ引きからありますから、じゃんたんたんってひたすらこのメトロノームっていうカッカッカに合わせて、カズさんの演奏に合わせてこの動画だとできるようになってますんで、ぜひトライしてみてください。でもすごいいいとこにね気づきましたね。こういうノリがやっぱりね大事ですからね、音楽ってね。ありがとうございます。じゃあお次のお質問です。ハムハムさん、ハムハムさんの質問です。いつも楽しいレッスンありがとうございます。私はシンコペーションがうまくいきません。図解と視覚で教えてください。あー、この月花火さん多分この動画見てないんじゃないかな。この動画を見たら詳しく解説してます。これね、シンコペーションっていろいろシンコペーションがあるんですよ。この動画でよく解説してるんです。これもちろん概要欄に貼っとくんで、これ見てくださいね。大きいシンコペーションとちっちゃいシンコペーションっていうのがあったりするんですよ。いや、この辺はね、かなりこの今ショート動画、この回答に答える中でのショートの回答の中ではちょっとね、さすがに時間がないということで、ここに詳しく書いてあるんで、ぜひ見てください。これ必見です。シンコペーションちょっと難しいなと思う方、この動画見てくださいね。多分ね、埋もれちゃっててちょっと見つからない方いるかもしれない。ですけど、ここであえてもう一回ちょっとシェアしておきますね。ガズレレのね、リズムレッスン、このシンコペーションめちゃくちゃわかりやすいんでね、ぜひ見てください。概要欄に貼っときます。ありがとうございます。食い込んでいく感じのシンコペーションってね、なかなかね、奥が深いですからね、できるようになると気持ちがいいです。はい、ありがとうございます。はい、そしたらお次の方の質問です。つぼっちさん、ありがとうございます。ガズレレ教室いつも楽しく勉強させていただいております。ありがとうございます。先月薄レレを購入しました。自身が所有する他のウクレレに比べかなり弾きやすく、音色も最高なのですが、一点気になるのがペグを回す時の動きがかなり硬い、ここが硬いって重いってことですね。はい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 。これは初期不良もしくは意図的に重くしているのでしょうか。いや、意図的に重くしてるってことはないですね。もし後者であればペグの交換を検討したいので、ネジ穴のね、ストレートペグじゃないものでいいので教えてください。あ、これね、ちょっとガズレレ事務局に、ちょっとお問い合わせしてみてください。ガズレレの公式ホームページの一番下にあるお問い合わせというところからガズレレのところをお問い合わせできるんで、ペグが、何弦のペグかって、そうするとスタッフが、ちょっとお答えしてアドバイスなり何なりちょっと策をね、提案しますんで、ぜひお願いします。薄レレ購入していただきありがとうございました。やっぱり弾きやすく音色も最高という言葉をいただきましてすごい嬉しいんですけど、まあスタッフがご対応しますんで、ご安心してガズレレ公式ホームページの一番下のお問い合わせのところからよろしくお願いします。はい、つぼっちさんどうもありがとうございました。はい、お次の質問いきまーす。お次の質問は今どキッズ TV、 今どキッズ TV さん、いいですね。はい、なぜウクレレ始めたんですか。いやー、ウクレレ始めた理由はですね、これはですね、いろんなところでも、まあ、ガズも言ってるんですけど、もともと、ハワイがまず、もともとね、僕、めちゃくちゃ激しいバンドやってたんですよ。すごい、めちゃくちゃ激しいバンドです。まあ、ハード、パンクとかハードコアとかもう、そういう感じです。もうすごい、うるさいやつです。まあ、そういうバンドやっててアメリカツアーとか、それでも一応、メジャーレーベルとかでもね、お世話になったりとかしてやっていたんですけど、そんな音楽をやりつつも、ハワイが結構好きでですね、愛する妻と何回も行ってるうちに、ハワイでウクレレを買って、その前に買ったんだけど、いや、違うな。ハワイに行って、ウクレレもいいなと思って買って、放置してたんです。家に放置してたんです。そんな中ですね、ガズさんはですね、ある日突然、それこそ、急性骨髄性白血病という病気になっちゃってですね、そっからもう大変ですよ。抗がん剤治療したり、もういろんな、なんと放射線治療したりしたんですけど、結局ですね、最後は、骨髄移植をしないとこれはダメだってことで、もう幸いにもドナーさんが、現れてくだされましてですね、骨髄移植してこう復活してくる過程の中で、なんとかね、こう退院できたと、もう3年も4年も入院してたんですよね。で、ふらふらもう本当体力もない中ね、友達とこう話してたら、女の子に、私将来ウクレレで、ウクレレ弾きたいから、教えてくれないですかっていうふうに一言あったんですね。で、僕はギター
ターはもうプロだったんで、ウクレレいいよいいよ、簡単に弾けるようにするからね、教えてあげるよって言って、それで、昔、うちにあったはずのウクレレを引っ張り出してきて、そこから C ってこうなんだな、F はこれはギターをやっていたからね。なんで、ギターの前、まあ、ちょっとね、ギター弾いてる人という、だいぶアドバンテージがあると思いますね、ウクレレは。まあ、そういうことでウクレレを始めた途端にですね、このウクレレという楽器の可能性と面白さと、あとみんなをすぐ笑顔に巻き込める、このね、素晴らしさに気がついてしまってですね、そっからもう夢中でずっと続けているわけです。そんなことですね、シンプルな質問ですけど、まあこういうことでございます。で、お次、同じ、今とキッズさんの、質問で、ヒゲダンの曲を、まだ入門コートだけのやつが一つもないので出してほしいです。ヒゲダンの曲入門コートだけでやるのはね、無理なんです。でも、ヒゲダンの曲、ガズレレではかなりいっぱい取り上げてるんですけど、ガズレレ必須コードすら覚えちゃえば大丈夫です。ガズレレ必須コードっていうのはですね、もう絶対覚えてください。これ、いつも、どのガズレレレッスン動画でも言っていることなんですけど、この動画を見たら、すぐわかりますからね。ガズレレ必須コード、これ、もうね、これ、ガズレレを始めた方ね、結構せっかちな方多いんですよね。その曲だけ見てできませんって言ってくるんですけど、ちゃんとその中で、ガズレレの、ちゃんとね、その初心者からできるってプログラムがあるんですよ。それを見ていたらもう順番通りにやってからその曲に行ってください。最初から好きな曲いきなり弾くのはちょっとやっぱ、まず初心者さんがやるべき順番っていうのがあるんですよ。それをしっかりまとめているのがこの再生リストっていうかそのホームページの一枚にまとまってますからね。その中をやっていくとこのガズレレ必須コードっていうのにたどり着きますから。そう、慌てずにですね、ヒゲダンの曲の、簡単バージョンでもやっぱり、例えば4つのコード、3つのコードだけではやっぱりちょっと再現不可能っていうのはあるんですけど、このガズレ必須コードっていうコードさ、知っていればヒゲダンの曲も、他の曲もかなりできる曲増えますんで、そう、慌てずにですね、ゆっくり、時間はたっぷりありますから、楽しんでやってみてください。ヒゲダンの曲を知りたい方はですね、概要欄に貼ってる最新の J-POP のオフィシャルヒゲダンリズムのところ見てもらうといっぱい出てますから、どの曲やってるかわかると思います。チェックしてみてください。はい、ありがとうございます。じゃあ次の質問行きましょう。次の質問は、横浜レインボーさん。ありがとうございます。ホテルカリフォルニアの譜面を買ったのですが、YouTube が見れません。これは有名な話なんでございますけれどもですね、ホテルカリフォルニアはですね、イーグルスがですね、YouTube に、上げている動画を認めていないんです。イーグルスのホテルカリフォルニアという曲をカバー動画とか演奏動画で上げていると、遅かれ早かれイーグルスから、公開停止のすごいきついやつが来るんです。ガズさんも実はもう何回もその違反警告を受けちゃってですね。もう消えているっていうか、もう消しているんです。で、これはアップロードしたいんですけど、ガズレレ YouTube チャンネルが、要は、バンされちゃう可能性もすごく大なので、だからホテルカリフォルニアは、今 YouTube にもたくさんカバー動画が上がってますけど、多分ですけど、これはもう、公開、いろいろそういうことをやってると思います。ちょっと調べていただくとですね、そういう警告が来ちゃいましたっていうふうに言ってる方もたくさんいるし、ガズも、ホテルカリフォルニアはやっぱそういう意味ではですね、ちょっとガズレレ公式、このガズレレ YouTube チャンネルがですね、そういう危機にさらされるのはちょっととてもちょっとあれなんでということなんで、楽譜見るだけでもね、要はガズさんの演奏動画、まあもちろんね、一緒に弾くと練習にはなると思うんですけど、そういうね、やっぱ権利の話になっちゃっててですね、もう大変申し訳ないと言いますか、なんというかそういう大人の事情で公開できないということになっておるわけでございます。すいませんけれども。でもまあ、楽譜見ただけでもこうイメトレはできると思いますんで、ぜひとも、楽しんでみてください。いろいろありますね。はい。レターありがとうございました。はい。それでは、次の質問に行ってきましょう。シュウさん、ありがとうございます。シュウさん、ガズさん、こんにちは。いつも配信ありがとうございます。ガズさんのオリジナル曲のあの風が好きで、ガズレシピで公開されている楽譜で、弾き語りを練習しているのですが、原曲バージョンも気になってます。どこかでダウンロードできますか？いやー、これは原曲バージョンはね、ダウンロードやってないですね。これ、僕の作った曲でかっこいい曲があるんですよ。ちょっとレゲエっぽいですね。ニョッキリと
仁王立ちしてる。ヤシの木が揺れるのを見ていた。あの風が運んでくるのは、ラブ&ピースと笑顔のグッバイバイショー。あの風に乗ってこう、見つめる横顔、海と空青、Everybody say hello。 幸せたまさにこの瞬間、静かに胸を回る。こんな曲があるんですけど、これあのガズのね、多分ね、皆さん、なんだっけな、どっかで聞けると思う。どっかで聞けるんだっけ、あの風はあれ聞けないか、あの風は入ってないか、そうかそうか、今度 YouTube でちょっとやってみるかね。はい、あの風という風にガズレで検索すると C のキーのバージョンが出てる。今キーが違うんですよね、 G でね。ちょっとこれも検討してみます。シュウさん、そんなこと言ってくれて嬉しいです、ありがとうございます。はい、じゃあお次の、質問ですね。質問というかこれすごい質問だな。ユーミさん、バタヤンさんがバタヤンチャンネルさんのコラボ動画後編公開されましたね。これですよ、見ました、めちゃくちゃ最高ですよね。いやー、バタヤンさんがウクレレ始めてくれてよかった。これバタヤンさんのやっぱり人間性も相まってですね、もうほんとすごいいい動画になってます。前編後編公開されますけど、後編も見てくださいね。ということで話は戻ります。バタヤンさんが夫婦でダンス動画アップされていてとても素敵でした。そこでガズさん、小杖さんもダンスに挑戦してみませんか。ガズさんと小杖さんのダンス動画もきっときっと素敵。いやー、ちょっと計画にはないかな。いや、僕もダンスは好きですけど、なんかそれよりね、いっぱいやることあるんですよ。もっともっとウクレレのね、レッスン動画も撮りたいしね。ちょっとどっかにメモっときます。すいません、ありがとうございます。はい、今回来てる最後の質問に行きたいと思います。はい、ありがとうございます。ですね、ビスタカ3さん、ありがとうございます。質問、いつも楽しく拝聴させていただいています。質問ではありませんが、楽曲ダウンロードでぜひとも取り上げていただきたいな。あ、配信される桑田佳祐さんとユーミンさんのキッシンクリスマス、クリスマスだからじゃないの、簡単弾きがやりたいのですが無理でしょうか。コラボでなく、桑田佳祐 I love you バージョンでもいいのですが、難しい曲みたいですが、ガズー様の魔法で、ウクレレかっこガズモデルの薄レレ使用中です。ありがとうございます。薄れればいいですよね。簡単弾きができたら最高なのですが、どうかご検討よろしくお願いしますということですけど、やりましたよ。昨日やりました、これ。はい。キッシンクリスマス。これね、7分ぐらいあるんですよ、原曲は。7分はちょっとね、ちょっとこれはなと思って、この曲の一番かっちょいいところをね、取り上げてますんで。誰も見ていないから、やってみてください。シンプル簡単バージョンだったらこれできますからね。ただし歌は難しいですということで、リクエストもいただいて、まあ、もうこの答える前に昨日やっていたというで、そんなことでございました。はい。いや、今回いただいた質問、今12個ぐらいにお答えしたのが、10個か12個かな。はい。一応概要欄にですね、このいろいろ質問に答えたと時間を貼っとくんで、ぜひ見ていただければというふうに思います。いやー、まあ、引き続きね、この元の動画です。ここにね、コメントして、質問コメントいただいていったら、また次の動画に答えていくということで、なんか聞きたいことだったら、この動画のコメントさらに書いていただければなというふうに思うんですけどね。皆さんのね、この質問があるとですね、ガズさんもね、やっぱりすごく気づきがやっぱり、新たにね、増えるんでね、もう本当にありがたいというかですね、楽しいです。よろしくお願いします。どんなことでもいいんでね。あ、でお知らせ、はい、今度この本12月22日に出ますよ。ちっちゃい、あれ反対だった。こっちね、はい、青い本、ピンク色の本が2冊同時発売で、この青い本は、かつてガズレレでリリースしていた、ガズレレソングブック1と、1と2。はい、1と2。この1と2がですね、この2冊分がこの青い本に全部入ってるんですよ。すごいですよ、200曲入り。で、こっちは、ピンク色の方は、
かつて出していたガズレレ本の3と4が入ってるんです。要はこっちも200曲入り、こっちも200曲入りで、まあすごいことになってるんですよ。大きさは、もう見てもらったらわかるように、こんなに大きさ違うんですよ。この本の大きさね。ハンディ版ですから。はい。で、これは A5 サイズという、ちっちゃい本でございまして、これね、こういう分厚い本だとさ、楽譜だからこう開いて、バタッと閉じちゃいそうじゃないですか。ちゃんと特殊製法で、こう、ガッと開きっぱなしになってる楽譜、すごいいい楽譜で、こっちの青い本の方にはね、ガズレレソング、ガズレレ効果のガズレレソングも収録されてますからね、ぜひ、ゲットしてもらいたいんですけど、この帯、注目です。この帯をですね、こう外すと、こういう帯が入ってるんですけど、こっちにですね、さっきもちょっと今回の質問で話題になったガズレレ必須コードが10個こう書いてあるんですよ。なんで初心者なんかは、楽譜の横にこれを帯を置いといて、このガズレレ必須コードを確認しながら弾けるよということもできるという考えられた本でございます。はい、ただいまアマゾンとか、楽器店さん、書店さんなどで、大好評予約を受け付けております。もうすでにその本を持ってるよという方も、持ち運び用、職場に置いておくよ、実家に置いておくよ、車に置いておくよ、リュックサックに詰めてどこかにお出かけ用みたいな感じで使い分けしていただくのもいいし、これから本を買おうかな、ガズさんの本を買おうかなっていう方は、こっちの本の方がですね、ちょっとお得なんですよ、2冊買うより。まあちょっと字はちっちゃいですけどね、ガズさんが見る限りはもう全然、読めますという感じなんで、ぜひ、ご注目ください。概要欄に詳細貼っておきます。あとね、この、ウクレレ、白いウクレレがですね、登場する、ポップアップショップが大阪で行われます。ララポート泉島村楽器店さんで、12月9日10日、Gラボガズレレウクレレの全ラインナップ、もうすべてのラインナップのウクレレが試奏できる、あと、アンプもね、G ボックスや G ソリッド、エレキウクレレも試奏できる、ポップアップショップの中で、この、ララポート泉島村楽器店さんがオーダーしてこの2本の白いスペシャルモデルがね限定販売となっております。ぜひ大阪に住んでる方もちろんこの日大阪の方に行けるなという方ぜひ行っていろいろちょっと試し引きしてみてください。あともう一個最後にいいお知らせ、12月24日、クリスマスイブは今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルでクリスマスパーティーをします。14時から誰でも参加できるクリスマスパーティーですからね、みんなシャンメリー買っといてくださいよ。ウクレレでねクリスマスソングいろいろワイワイ弾いていくんで皆さんウクレレを用意してお時間あげといてください。予定帳に入れといてね。そんな感じで今回の、ガズレレが質問に答えたよその後もう5までやっちゃったな、終わりにしたいと思います。はい、さっきも言ったけどこのね動画にねまた聞きたいことだったらこっちの方にねまた質問書いてください。ありがとうございました。バイバイ。